もうホワイトデーか。そういや前月、いつもお世話になってますバレンタインのプレゼントですってことがあったっけ。テトちゃんイベントごとに豆だよね。よし、房にメモ、プレゼントボックス、他のプレイヤーのお部屋にアイテムなどを置けるよ。おいテトちゃん、マイルームにバレンタインのお返し置いといたで。え、本当ですか。はい、や早速開けちゃおうっと。どうぞどうぞ。わあ、アクセサリー、これ欲しかったんですよ。どうです。おう、似合う似合う。みたらしおじさんに貢いでもらっちゃった。私他にも欲しいものあるんですよ。なんてお返しだからこれっきりやぞ。ホワイトデーはこれで OK かな。というかおっさんじゃないけどな。基礎煮込み、そういえばもうすぐファンタシースター感謝祭ですね。ああ、もう始まるのか。行きたいな。私も東京会場に行くつもりなんですよ。一緒に行きますなんて。いいね、ご飯とかも食べに行こうか。えかでもみたらしさんおっさんだからな、緊張しちゃうかも。どうしたテトちゃん。一緒にとか行けるわけないじゃないですか。いや、みたらしさんがおっさんだろうが正直問題ない。男性なら。でも仮にだ、みたらしさんが女性だったら 99% おっさんだろうと踏んでるけど、女性の可能性はゼロではない。だいぶまずい。今まで冗談で言い合ってたけどマジでネカマやんけってバレるし、リアル女性は緊張するし。おいテトちゃん、トイレすみません、リアルの友達と行く約束しちゃってました。テペローリー。そっか、残念。はあ、セーフセーフ。煮込みにケイション。キーワードをチャットで発言しようよな。